こんにちは、簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。そう、このガズレレ YouTube チャンネルはですね、どんな方でもあっという間にこのちっちゃいウクレレを使いまして、皆さんが大好きな曲が弾いて歌う弾き語りがすぐにできちゃいますよということで、超簡単ウクレレレッスン動画日々公開しております。今日もありきってレッスンスタートしていきましょう。今日取り上げたい曲は Dreams Come True のあなたとトラトラトラ、この曲でございます。この曲はですね、数年前に NHK の朝ドラだった満腹、あれの主題歌だった曲。これちょっとマーチっぽいね、ダンダンダン、これが印象的な曲ですけれども、はい、この曲を取り上げたいと思います。これね、やっぱ当時満腹オンエアしていた時にガズレレ YouTube チャンネルでも一回実はレッスン動画取り上げてるんですよ。で、今見てみるとね、まあ、もうちょっとこれ深くやりたいなということで、今回かなりパワーアップした改訂版となっております。今もう一度ね、あの満腹の世界観とこのドリカムのあのととそらっとらだこの歌、もう一回ちょっとね、あのテンション高く取り組んでみてください。はい、今日はですね、 G ラボのブラックビューティーモデルのウクレレとシンプル簡単バージョンではこっちの初めてウクレレ使ってレースのスタートしていこうと思います。初めてウクレレはただいま Amazon で大好評、即発送でお届け中でございます。ぜひ Amazon で初めてウクレレ検索してみてください。はい、そしてこっちのね、もう超ハイグレード、オールタンバー、オールハンドメイドで作られている G ラボウクレレたちなんですけど、このウクレレたちはだいたい毎月中盤から後半以降、期間限定でね、 G ラボ公式ページで、ご案内、販売予約受け付けてるんですけど、それ以外の期間はですね、今ちょっとずつ全国の楽器店さんで取り扱い店増えてくださってます。概要欄にね、ショップリスト貼っとくんで、ぜひ見てみてください。はい、お知らせ、沖縄でイベント開催、無料イベントです。予約も申し込みも全くいりません。ウクレレ持ってただただ、12月7日の15時に、もうちょっと前の来てくれた方がいいと思うけども、純駆動書店那覇店に集まってください。めちゃ楽しみ。沖縄、今から飛行機取って間に合いますよ。よろしくお願いします。あと本がたくさん出てますよ。これぜひご活用ください。なんと累計20万部突破。とんでもないことになってます。よろしくお願いします。さあ、レッスン入っていきましょう。いつものように2バージョン。最初のバージョンは初心者の方でもなるべく簡単にしている超シンプル簡単バージョンをやっていこうと思います。後半はかっこいいバージョン。これ、ね、かっこいいバージョンはなかなか面白いリズムが盛りだくさんで結構ね、濃厚なことになってますよ。楽しんでやっていきましょう。まずは皆さん、音楽を始めてください。今のところでちょっとお勉強するだけで、これからの人生、自分が大好きな曲を聴くからやるに変えられる素晴らしい人生の転換になること間違いなしです。ぜひガズレレで音楽始めてください。さあ、それでは早速レッスン入っていきましょう。ドリカムのあなたとトラトラトラ、ガズレレ流シンプル簡単バージョン、ゆっくりでやってみる。1,2,3,4。まとまってる背中にもらえ味だって一緒にあなたとならトラトラトラ、飛行機雲ぼんやり眺む心どこにあらず、年間トータルもししたら付き合う私すごい、とぼけてる眉毛にもらい笑い、照れだってなんだってあなたとならたたた、感動で面自慢で覚悟なの、もらい泣きもらい笑いもらい怒りもらいバジドーンと来い来い、晴天も飛んでも霹靂もさTra tra tra, den 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 den, ooh, yeah, say no.
NHK 連続ドラマ満腹主題歌だったあなたとトラトラトラやってきました。可愛らしい曲というかね、なんかこう喜怒哀楽がいっぱい出てきてですね、なんかこう笑顔になっちゃう素敵なドリカムのハッピーソングだなと思って、でいろんな要素がね詰まってです、明るいところ元気なところ悲しいところ切ねえところみたいな感じで、ね、すごいこうバーッとパワーが溢れるところとか、まあ、この辺がこのたった1分半とか2分ぐらいでこれが表現できちゃうというのはやっぱりすごいですよね。はい、今もう一度こう楽しみながらこうリズムに乗ってやっていきましょう。で今のね長さは朝ドラの、オープニングの主題歌の長さだったんで結構短いんですけど、今やったようにシンプル簡単バージョンゆっくりやったら結構ボリュームありますからね、内容も濃厚となってます。どんどん練習していってください。ガズレレの動画は歌詞とコードが出てるからそれを見ながら何回も遅れで練習していただいて、1個目のゴール設定としては今やったガズさんの簡単バージョンと一緒の演奏できたらすごいと思います。これを1個目のゴール設定にしてください。できるようになった方、これでもね結構ね、まあ、やってみたら分かるけど歌とかねタイミング難しいですよ。私の誇りで自慢で覚悟なのとかこの辺ノリが大事になります。はい、一緒にできるようになった方おめでとうございます。次のステップ行きましょう。次のステップは一体何かというと、今度はガズレレ YouTube を一切見ずに皆さん一人だけで歌ってリズムを生み出して音楽を生み出す、これをやっていただきたいなというふうに思うんですけど、最初から歌詞とコードを全部丸暗記するのはまあちょっとやっぱ難しいでしょうから、やっぱり楽譜練習がいいと思いますね。楽譜を見ながら何回も何回も練習していずれは覚えちゃって、夕日に向かって青空に向かって海に向かって歌っていく、こういうのがいいかなというふうに思うんですけど、でも楽譜ってガズさんどこにあるのよっていう声が聞こえてきそうですが、安心してください。今のねガズさんの演奏はですね、ガズが手書きで書いているこのノートブックのこの楽譜、これを見ながら今演奏していきました。結構ボリュームたっぷりでございます。はい、これもうちょっとしたらこうカメラにドーンと映してみんなもこんな風に書いてみたらいいよってシェアしようと思うんですけど、ただ今めっちゃ便利なサービスガズクラブが始まってます。このガズクラブっていうのは一体何かというと、ガズが今までね、レッスン動画で捉えてきた手書きの楽譜もう山のようにあります。1000曲以上軽くありますからね、その中から毎月5曲お手元にデジタルデータでダウンロードさせていただいてすぐにねご活用していただけるというね画期的なサービスなんです。でね、このガズクラブメンバーになるとその楽譜を管理できるアプリがあったりだとか、もうめちゃくちゃいいことになってますよ。でね、ガズクラブはその楽譜のダウンロード以外にもめちゃくちゃいろんなコンテンツがあって、まず毎月2回、もう世界中のガズクラブメンバーで大セッションで盛り上がるガズオンというね大セッション大会が毎月2回行われていたりですね、皆さんの演奏動画を発表できる場所がいくつかあったりとかですね、これかなり楽しいクラブ活動になってますんで、ぜひ皆さんガズクラブ、チェックしてください。そしてね、ガズクラブとはちょっと違うんですけど、このガズレレ大学っていうのもやってます。こっちは大学ですからちょっとねハイレベルなことをやっておるんですけど、こっちは YouTube メンバーシッププログラムというのをやってまして、毎月590円でなんと毎週2回ライブ配信による講義がございます。これもうチャットでねリアルタイムで質問もし放題、答え放題で、でですね、テーマソングを決めてもうその難しいフレーズのところみんなでわーわーやってやろうということで、やってます。過去のねレッスンとか講義も全部ね見られるようになってましてですね、これかなり濃厚です。でね、16ビートとかカッティングとかできるぐらいの方だとすごく楽しいと思われますんでね、初心者の人はちょっと難しいと思いますけど、はい、ガズレレ大学やってます。あと毎朝7時半からスタンド FM というラジオアプリで、ラジオ配信してます。めちゃくちゃいいこと言ってますんでね、ぜひチェックしてください。誰でもいつでもどこでも無料で聞けるラジオになってます。はい、今言ったこの3つのこと概要欄に、詳しく案内貼っておきますんで、ぜひチェックしてみてください。それでは楽譜の方を見ていきましょう。改訂版あなたとトラトラトラドリカムです。ドリームスカムトゥルーね、可愛い曲です。はい、ここ見ていきましょう。ここイントロなんですけど、こんな風になってるんですけど、ここ見て、リズム1って書いてあるんですね。リズム1、これね、かっこいいバージョンならこれちょっと面白いリズムパターンをやるんで、まあ解説楽しみにしておいてください。でこれ歌のタイミングが結構面白いっていうか、こう点がついてるんですけど、これでん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 ってこう1234ってこうやっていくんですけど、これねワンブロックコードずっと2個だから初心者の人結構忙しく感じるかも。だからめちゃくちゃゆっくりやってもいいかもしれないね。はい、これを参考にしてやってみてください。言葉がいっぱい詰まってるようですけど、これリズムに乗っちゃうと気持ちがいいんですけどね、まあちょっとこのノリをねまず聞き込んで、それからやっていくのがいいかなというふうに思います。そしてちょっと注目ポイントとしてはここですね、コードが変わってます。下に書いてあるのはかっこいいバージョン、上はこれ簡単バージョンでやったんですけど、コードこういう下に書いてあるコードはこっちにも出てきますね。コードが変わってるとこ、こことかね、はい、これも変わってます。こういうのもね出てくるんで、最初にチェックしておいてください。上の段は簡単バージョン、下の段に書いてあるのは、かっこいいバージョンのアナウンスですね。リズム書いてあったりとかします。はい、じゃあこんな感じで写しておくので一時停止で皆さん書いていってください。そして今紹介させてもらったガズクラブで
この今映っているガズの手書きノート楽譜のデジタルデータをお手元にダウンロードして即ね、練習に入っていくのもおすすめですが、このガズのね、ノートの特徴を言っとくと、この歌詞の上の点です。これがめちゃくちゃガイドになります。せーの、丸まってる背中に、もうこんな感じで言葉のタイミングでリズムが分かるようになってます。あとはこう歌詞カードには出てないこういう伸ばすところとかね、こういうのめちゃくちゃ参考になりますからね、ぜひガズクラブに入っていただいて、このガズの手書きノートを、デジタルデータでご活用していただくのもおすすめです。お時間ある方はこの通りに書いていただくといいと思います。はい、ここら辺のね、 A メロのね、歌い方とかかっこいいですよね。飛行機雲もぼんやりながむ心ここどんどん繋がっていく感じがたまりません。はい、一時停止で書いてください。まずはイントロから1番。A1。はい、次。じゃあ A2 から B メロ。かな。で、ここ B メロをちょっとね、おとなしくなりたいんですよね。これかっこいいバージョンでここ、弾き方変えます。アルペジオです。はい。で、ここスカビートです。いろいろね、かっこいいバージョンでリズムがかなり展開していきますが、ひとまず書いていってください。はい、そしてここ 2番っていうか、ここは伸ばすんですよ。ここはちょっとしっとり歌いたいところですね。はい、でここからリズムが入ってくるって感じですかね。はい、ここでドンとこいこいで伸ばしといて、でこう最後こう畳みかけ、晴天もドン天も平気歴も、はい、ここコード変わってるんでご注目です。こんな感じです。で最後ダッタダカダダッフーで終わる。で出てくるコード、今日ちょっと場所少なくなっちゃったんですけど、すごいボリュームですよね、これ1分半なのに。はい、見ていくと、まずね、ちょっと これがこのここはかっこいいバージョンで出てくるコードなので隠しておいて、このコードが今の簡単バージョンですね。で、簡単バージョンでも見慣れないコード F 星っていうコードが出てきます。これちょっと先解説すると、 F と C を一緒に押さえるって考えるといいです。つまり F ってここですよね、 C はここですよね、これを一緒に押さえる。これね、後半出てくる F マイナーっていうコードがちょっと難しいから、初心者の方はこれをおすすめしているということで、なんとかこれ頑張って、頑固で面倒でところでここちょっと押さえてみて、 F と C を同時にですね、薬指でも小指でもいいですけどね。はい、これをまずちょっと1個解説してさせていただいて、それ以外のコード、ここ映ってるコードなんですけど、これ言っていきますよ。 C と Am と F と Dm D7 G7 E7 Em7、 今これだから8個あるのかな。この8個はガズレレでおなじみの入門コード、ガズレレ必須コードのグループなんで安心してください。このガズレレ必須コードはね、初心者さんに一番最初に覚えてもらいたい10個の入門コードのグループで、あのね、10個もあるのかと思うかもしれないけど、1個ずつ見たら超簡単だけどね、頭ごちゃごちゃになるんで、私がめちゃくちゃ詳しく解説してる、動画すぐ覚えられますから、あ、貼っとくんで、それで覚えちゃってください。ガズレレ必須コード、なんで今日は F 星、まずはね、このコードをちょっと上手く鳴らせるようにしといてください、ということで、じゃあここからかっこいいバージョンの解説に入っていく前に、やっぱ歌ですね。この歌がですね、この夏の抑揚をつけるとすごいいいかなと思います。例えば頑固で面倒でのところは、やっぱこうメロにちょっと行きたいじゃないですか。メロっていうかちょっと寂しげな感じかな、このコードの感じとかもね。それまでは結構元気いっぱいで更新してる、なんかマーチっていうかね、あのリズムがね、ドーンドーンドンドンドンってこうなんかこう更新しますみたいな、元気もりもりみたいな感じですけど、ここで急になんか、ね、悲しくなっちゃうんですよね。その感じも歌に乗っけ、でその後もらい泣きもらい笑い、ここはなんかこうメロに切なくいきたいみたいな、その一曲の中ですごくこうね、なんていうのかな、春夏秋冬があるみたいな、そんな感じで歌のなんていうのか様子を変える、これがちょっとね、あの次のテーマにしとくといいかもしれません。じゃあここからかっこいいバージョンの解説に入っていきましょう。かっこいいバージョンはコードがだからですね、4つ追加ですね。あ、じゃあまあ最初、さっき F 星が出てきたところで使いたい、本当はこのコードを押さえたいという F マイナー、これがちょっとね、押さえづらいコードなんです。押さえる場所はこことここなんですね。なんでこうやって押さえるか、こうやって押さえるか、はい、親指を使うパターンもありかなということなんですけど、この使い分けはウクレレ持つ位置が高い人は人差し指で4弦押さえるといいと思います。ウクレレ持つ位置が低いガツさんみたいな人は親指の方が便利なんですね。これ出てる音は一緒だから同じですかね。 F マイナー、はい、これ F マイナーのはちょっと抑えづらくて有名なんで、ちょっと研究したい方は概要欄にね、 F マイナー徹底動画貼っとくんで、ぜひそれも見てください。あと次はね、C オーギュメント、これは簡単ですね。 C を押さえておいて4弦の1フレット、これだけです。はい、これだけ一瞬出てくる。で、その次今日はね、こうダブルで紹介です。G と G シャープ押し。G というコードを今日出すと、かっこいいバージョン出てきます。こことこことここです。ガズの場合、こうやって押さえてます。人差し指が2弦、中指が1弦、薬指が2弦の3弦、2弦の3フレット。こういう風に押さえてます。もちろんこれでもいいですよ。これでもいい。
とにかくこことこことここですね。これちょっと押さえずらして慣れないと。で、Gシャープ星っていうのはこの形のまま一個こっちにずれたら Gシャープ星です。なんで、この曲で言うと Gシャープ星から G っていうのがちょっと最後の後半。晴天もどん天も、霹靂も、この霹靂の時に出てくるんですよ。霹靂も、たった一瞬ですけど、ここの、半分なんか上がった感じ、これを表現したい。なんでこれセットで覚えちゃうと言ってます。G と G シャープ星。これずらすだけ。はい。これでコードの解説は終わりです。これを使って、ちょっとかっこいいバージョン、さらにね、テンション高くいきましょう。じゃあ、ここからかっこいいバージョンの解説入ってきます。かっこいいバージョンのリズム、ドーン。8ビートのチャットカッティングと、アルペジオとスカビート、結構盛りだくさんでございます。今映ってるリズムの解説は概要欄に貼ってあるウクレレできるリズムのいろいろというところに、それぞれの、弾き方の濃厚解説レッスン動画がアップロードされて、もうすでにありますから、それ見て、ちょっと練習してみてください。でも今からちょっとね、パートでレクチャーしたいんですけど、今日ね、メインのね、リズム1っていう風に、楽譜で書いたリズムが、これが結構面白いんですよ。どういうリズムか、口で言ってみましょう。ダン、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 ダン。こういうパターンです。これなんかこの曲のすごく印象深いところ。ちょっとじゃあ最初のイントロっていうか、丸まってる背中やってみましょう。ワン、ツー、スリー、フォー。丸まってる背中に、もらいなき。どうですか？ダー、チャッカ、ダー、チャッカ、ダー、ダー、ダー、チャッカ。これをやりたい。まずこの丸まってる背中にのところをやると、F、チャッカ、G7、チャッカ、ダン、ダン、ダン、チャッカですね。これが今日メインリズムというか、これはだから言うたら8ビートのチャットをカッティングがミックスされているリズムパターンですね。もう一回ゆっくりやります。はい。図で表すとこうです。丸は引く、バツはカッティング、星はチャ、波は伸ばすですね。ダーチャッカ、ダーチャッカ、ダーツ、ダーツ、ダーチャッカです。はい。これちょっとね、このパターン覚えてください。じゃあちょっと1番というか丸まってる背中にちょっとここやってみますね。ワン、ツー、スリー、フォー。丸まってる背中に、はい、もらいな、ダンス、ダンス、ダンス、チャッカー。同じパターンで続いていくんですよ。このパターンマスターしてください。この丸バツと星と波、これでリズムを練習する。ドンチャッカ、ドンチャッカ、ドンドンドンチャッカ、シーチャッカ、シーチャッカ、シーシーシーチャッカ。こんなリズムですよ、基本的には。これでコードが変わっても同じリズムをキープします。はい。でちょっと A メロの後半のところで、それがちょっとね、変化するところがあるんです。そこやってみましょう。飛行機くんにあって、ここはね、同じよ。心ここにあらずで、セブン、ね、ガンとオタクもここもで、次です。ガウタタッ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 タ。はい。付き合う私すごいのとこだけ、付き合う私すごい、タッツタッツタッチャッカ。ここはちょっとあえて変化を入れましょう。B マイナー、カッティング入ってますよ。チャッカ、E、セブン、チャッカ。これもカッティング入り。ここでちょっとだけメリハリをつける。で、また次、とぼけてる、もうずっとこの基本パターンのリズムが続いていきます。これがね、かっこいいんですよ。このマーチっぽい感じというか、ね、行進曲みたいなイメージになりますね。ほんで、これをやった後、いきなりですけど、頑固で面倒でアルペジオになります。ここでいきなり世界観を変えます。これがかっこいいんですよ。じゃあ、2番のその、とぼけてるの一番最後、あなたとならたたた、頑固で面倒、もたつけど、ここは優しいアルペジオ。 F マイナー C、 F マイナーで C で、その後なんとスカビートっていうのが出てくるんですよ。これ知ってますか、スカビートって。ちょっと C でやると、ツッチャン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 、これチャとチャをやってアップ、チャをやってアップの連続なんですけど、これが出てきます。あなたの情熱は私の誇りで、自慢で、覚悟なの。ここら辺がもう、この B メロがもうスーパー叩みかけてきます。B メロ全部やってみましょう。せーの。頑固で面倒で、アルペジオ優しく、腹もたつけど、次です。あなたの情熱は、私の誇りで、自慢で、覚悟なの。
こいい。これ、やってみてください。はい、そしてまた伸ばす。ここはね、もらい泣き、もらい笑い、もらぎい、たか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 。ここからリズムが始まります。もらい、いかり、またリズム。もらい、パジ、どーんと来い、どーんと来いで伸ばします。ここもパターン1の、リズム1のパターンなんですけど、もらい、パジ、ダツダツ、伸ばす、来い。はい。で、最後のバースですね。聖剣も、ドンテンも。ここも、リズムパターン1なんですよ。聖剣も、ドンテンも、ダンド、ダンド、ダン。はい。あんたとたった、ダツタツタ。はい。この一番最後。ダッタダダダダッタ。できたらやりたい。これ結構難しい。ダッタダダダダッタ。これはなかなか難しいリズム。やってみたらわかる。せーの。はい。ちょっとできたらトライしてみます。難しかったら、ダンダダダダダンって口で言っちゃってもいいです。はい。で、ダーオッタというのがガゼレラアレンジです。なかなかのこう一曲の中にね、いろんな要素がね、もう本当に組み込まれててですね、もうイケイケの元気もりもりと、ちょっと悲しいとこと、なんか切なくメローなところと、なんかもうすごいでしょ。いやーもう、本当すごい。なんか音楽の表現力ってすごいなと思うんですけど、いろんなリズムが入ってくるから、リズムキープ。やっぱここ。でもあえてゆっくりやる、ね、アルペジオのところとか、あえてテンポ落とすっていうのもありだと思うんですけどね。このスカビートのノリで急にね、スカッ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 。裏のリズムですから、ここもリズムが見失わないように、なんとかこう掴んでください。全体的なこのノリがね、こう、グルーブが続いていくっていうのがやっぱかっこいいところだと思うんですね。はい。その中でこの歌の歌詞世界がもう泳いでいる。こんな楽しく歌がね、遊んでるみたいな、そんな感じが素敵かなと思いました。さあ、それではやっていきましょう。満腹のドラマのあの世界観も思い起こしながら、感情たっぷりでやっていきましょう。Dreams come true. あなたとトラッとだったらガズレレリオかっこいいバージョンやってみる !1、2、1、2、3。待つ待ってる背中に。トラトラ満腹主題歌だった名曲やってみました。これは中身が濃いですね。楽しいですよ。どん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 いろんな表現がもうなんか出てくるんでね、やりがいがある曲だと思います。ぜひ楽しんでやってみてください。さあ、皆さん、この本読んでいただけましたでしょうか。はい、ご機嫌ガズレレです。ガズがめちゃくちゃいいこと言ってるエッセイ本です。ご機嫌って書いてある。これね、もうご機嫌で音楽できる方法とか、これデイズですからね、毎日の日々の生活めちゃくちゃ楽しくなる、もうすごく素敵な言葉がたっぷり詰まってる本ですね。ぜひ読んでください。あとですね、学部の本もね、ガズレレではもう山ほど出してます。日本最大の音楽出版社さん、リッドミュージック社さんから、ずらずらずらーとこんな感じでね、たくさん本が出ているんですけども、すごいベストセラー、なってましてですね、今年2024年はね、なんと20万部を超えるということが、分かってきました。もうすごいことになってます。Amazon とかでガズレレって入れてもらうと、わーっとたくさん出てきますんで、皆さんちょっとお選びいただいて、ご利用ください。
それとガズレレにはねアプリがあるんですよ。知ってました？ガズレシピというアプリなんですけど、携帯とかタブレットでね楽譜が読めます。で無料で取れる楽譜もあるんですけども、有料でねブロックになってて最新楽譜で、こっちの楽譜はガズレシピの楽譜はかっこいいバージョンも全部載っているということで、かなりですねボリュームたっぷりでございます。はい、詳しくまずね、アプリのインストールは無料なんで、まずねちょっと探してください。ご案内も貼っとくんですけれども、でね、なんとこのねガズレシピの本も出てますから、はい、こっちも合わせてよろしくお願いします。はい、そしてガズレレとはちょっと違うんですけど、兄弟チャンネルガズピアノっていうのをやってます。鍵盤楽器で弾き語りしようよということなんですけど、世界で一番簡単弾き語りに特化したピアノ教室です。この私ガズが発明した、もう超簡単なピアノレッスンなんで、ほんとすぐできますからね。はい、これもね概要欄に貼っとくんで、ぜひガズピアノもチェックしてください。なんと本も出てますから、はい、これもご活用していただけるといいと思います。そしてガズレレのウクレレにはですね、この水引きだったり、ストラップだったり、 T シャツだったりキャップだったり、いろんな楽しいグッズがねもう山ほどあるんですよ。ぜひこのバナー、ガズレレ公式ホームページにあるこのバナーに行っていただくと、もういろんなね可愛らしいグッズがたくさん登場してますんでね、これここのガズレレ .com このホームページのねバナーなんですけど、このガズレレホームページよくチェックしといてくださいね。最新情報などいろいろ面白いことはここが基地になってますから、はい、引き続きガズレレ YouTube チャンネルよろしくお願いします。音楽聴くより野郎が最高、楽しんでいこう。それではよろしくお願いします。バイバイ。